ゼロ。力はゼロ。ゼロだと物理が働くから。そうそうそう。ほら短くなったでしょ、ここが。要は挟んでる棒が落ちない範囲でやる。そう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 。そうすれば向こうにやろうとするといかないから。これが動かないんだ。これが寄るとって気づいてゼロからやり直して感覚取り戻そうとしても無理だから、そう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 、回んないとか動かないってあるんだったら絶対僕は重いはずなの、はいはい、重いってことはそっちが軽いはずなの、ああ僕が軽くなった、だから軽いってことは倒れてる、倒れないで倒れないで視点から離れると力が生まれるわけ、倒れて視点から遠ざかんないでやってても、寄りかかって遠ざかってももうちょいだね。わかりますか、寄りかかったりもしてるから、触れて向こう側が居ついてくれてんだ、ちょっとでも、もうつまんでもですよ、これでもだってこれ、はい、重い力が加わればいいんだからほほほ
これをそっちに持っていくと、おちょっとディレイがかかっていくんですよ。引っ張ってる、はい、あの重さが先に移動するのね、はい、体より、はい、重さが、はい、重さが先に移動するんですよ。わかりました。おおだから体を動かしてるのに重さがここにあると、はい、その重さがここに移動しないと、そのバイアスはかかんない。このディレイを待てないんじゃないかな。おおだから、よっかかったり引っ張ったりしなければ、重さがこう引っかかったと、この重さが遠ざかるほど浮いてるわけ。おお、入ってる。おで、その重さが移動すると、ディレイして動いてる。このセンターに近いところはそんなに変化しないの。だけど、もしね、相手がこんだけ動いたら、センターも動いてるように見えるのよ。相手が動いたら。でも本人は動かしてる感覚はないです。はい、あそうそうそう。だからこういうふうにやってみてください。だそこに重さがあると思って、はい、それを後ろに下がっていってください。倒れるんじゃなくて下がる、足使って。そう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 。わかりましたでしょ、はい、で、それを後ろにこうやって出してください。で、それ手が力入ってたらいかないから、力抜いて手を上向けて、その重さを感じて、その胸の重さが向こうに移動したの。自分が倒れちゃうと無理。ああ倒れちゃう。倒れたら僕が支えちゃうから、ああ軽いわけ。ああうん。こうすんじゃなくて、ああこう。足か、足がこうなきゃ。こう。それとこうは違う。ああいつか軽くなって、ああ手だけ引っ張られて、離したくなるわけ。ああそうじゃなくて、重さが後ろに行くの。わかりましたでしょ。重さが下に行くとこになる。お後ろに行く。おお伝わりますよ。重さ前に行くと、おすおこれ今、待ってください、ね。それより後ろに持っていくと、お伝わりますよ。後ろでしょ、すごい後ろ。ここにいないでしょ。これ向こう持っていくと。お僕らの体が倒れるよりも先に重さが移動しますから。今ここに体重かけてもらうんですよね、うん、で移動させますよ。ほらおわかりましたでしょ。おもし僕がぶつけたら、うん、跳ね返ってる力があるでしょ、うん、力って重さのことだから質量だから、うん、その蓄力質量がここにあるんで、うん、これをほら違う場所に届けたら自分よりも先に重さがあるの分かりましたでしょ。で、みんな勘違いして体動かすと重さが移動すると思って、でも速く動くってことは重さがそんなに移動してないの。体を速く動かしてるわけ。重さをパッと動かすのは難しいんですよ。おパッと体をそこ持っていく。で、重さはそこ持っていく。だから、僕がぶつかったっていうよりそっちになんかこう僕を連れてっちゃうと行かないから、こうやると、はい、そうそう、だから手はこいいんじゃないの、手は何もしないの、これは、はい、これは何もしなくて、重さを動かす。こうやってんだと思うよ。ああ重いなと思うんですよ。おお。おね。そうでしょ。そうでしょ。そうでしょ。物理で現象を重ねるのは相手なの。なのに自分が先に動くと思ってるから、なんか達人の動画見ても達人を先に見ちゃう。こっち側が重さをどこに変えるかで。その向こう側の動きが変わるんですよ。わかりますでしょ。僕はあっちにかけるといかないけど、こっちにかければおその反作用で今そっち行ってるわけです。わかりますでしょ。だから僕はそのかかってる人見てるんですよ。盗むのから、上半身だけこうやって移動してもらってます。わかりますでしょ、うん、ここに今言われてる、うん、ここに足が来て、
これに乗んないとこの現象が起きる。僕が倒れてないから僕を軸に変えてできてるわけ。おお、僕はあっちに力使ってる。おお、あんこに、うん、おお。でこっちに持ってきたかったら僕はあっちに。おお。こうやって、うん、そして相手から離れようとすればいいんだけど、力が入れないね。いなかったらこうしてるだけですよ、離れようとして。それを渡辺さんどうやってるかっていうと、うん、よいしょ、まっすぐの方が離れるかで、離れる方向に体を作る。相手から離れるだけ、これだけ。相手から離れて頭を足にドッキングする。ね、これで結構いい感じになるんです。それでこう寄らないで、これをキープさせたまま自分があっちに重さを加えると、当然相手は反対に行くんで、重さはどんどん移動させていけば、移動させていくほどなるわけでございます。で離れてってください、うん、伸びてますね、これ。これ伸びてるでしょ、はい、曲げといてくださいね、はい、うんうん、これ伸びてる。これは僕らがどうしようもないんですよ。ついていっちゃうんですね、うん、下がれば伸びるの。僕らの話じゃないんですよ。それがなんでなのっていうのは置いとく世界なんですよ。科学者に頑張って解明してくれればいいだけ。だから僕はこうやってないですよ。だけど離れてくれればそうなるから、うん、そのうちになる。だけど離れることで伸ばそうと思ってください、これを。そしたら筋力使うから伸びないですよ。僕の体じゃないですね、あ、そちらの体じゃないし、だから離れるだけで、ほら、ね、分かったでしょ。だから変な話、そのなんか例えばワインパイツみたいなのあったら、はい、こっちにかけるんじゃなくて、自分がこっちに離れれば、その椅子に座るだけ離れればいいです。座る動作だったら2本分僕が離れて、はい、お尻をこっちに落とせばいいわけですよね。そしたらそうなる。算数だから、はい、だからそう、僕の腕が伸びるだけ離れればいい。それ以上離れたら力が増えちゃうよって言ってたわけでしょ。で、あとはこっちに行くんだったら、これが動かしたら離れないで、こうやることになっちゃうじゃないですか。でしょ？そう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 。